エステックは東京都新宿区西新宿の新宿新都心の一角にある超高層ビル。工学院大学新宿キャンパスとオフィスビルのエステック情報ビルで構成されている。当地はもともと工学院大学新宿キャンパスの敷地であったが、工学院大学が高層キャンパス化して校舎の建物を更新、拡張すると同時に、 容積率の割増し制度などを活用して余裕を生み出し、新宿副都心の中心にある立地を活用して超高層の賃貸ビルを併設することで高度利用を図っている。この建設事業は元々の敷地所有者である工学院大学に日本生命、第一生命が加わって行われ、管理会社のエステック株式会社はこの3社が設立し経営している。 新宿駅西口から都庁方面に伸びる地下歩道から直結している。テナントの多くはオフィスであるが、仮想会には飲食店などもある。工学院大学の高層キャンパス化に伴い、余裕が生まれたことに伴い、空いた敷地内に新たにオフィスビルとして建設された。外観はメタリックシルバーで統一されたビル。隣接する。 工学院大学新宿キャンパスとの統一感がある外観となっているが独立した建物となっており、工学院大学の教室や事務室などは設置されていなかったが、最近学外への情報発信拠点が設置された。など多数、高層棟と中層棟の二つの棟からなる日本初の超高層キャンパス。高層棟は主に各学科の研究室や教室などが設置され、 中層棟には図書館や食堂などが設置され、二つの建物の間はピロティなどで繋がれている。エステックは新宿ウテクのキャンパスの略である。映画ウルトラマンでは怪獣の攻撃を受けたトービルの上層部分が崩れ落ち、それをウルトラマンが受け止めるというシーンがある。ありがとうございます。